ドジャース2-3エンゼルス21日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は1番 DH で先発出場し5回の第2打席で先制の22号ツーランを放つなど2打数に安打2打点2指球。全打席出塁とフルスエンゼルス戦で躍動したがチームは延長戦の末に敗れた試合後報道陣の取材に応じた大は こちら側のホームだったのでそこまで気にすることはなかったですが、エンゼルスタジアムに行けば違うのかなと古巣戦への思いを語った。だが続くサンドバルについての質問では、僕の打席の時は力んでいる印象があったので少し残念な結果になってしまったので、まずあんまりひどくない怪我であることを願ってますし、早く戻ってくることを願っていると心配そうな表情で語った。 大谷が苦しい胸の内を明かしたのは第二打席。フルカウントから投じたインサイドのツーシームが浮き、死球で出塁となったが、直後にサンドバルは左腕を振って激痛に表情を歪めた。そのまま降板となってしまっただけに、大谷の声のトーンも低かった。球団は左前腕の張りと発表した。二人はエンゼルス時代に先発ローテ陣を支えた。 昨年の WBC 準決勝ではメキシコ代表として相対した。その日以来となる対戦、じっくりとボールを見極めながら、打てる球を待っていた中で起こった異変だった。この日、本拠地が歓喜に沸いたのは0対0で迎えた5回だった。ムーアと対した第3打席、カウント1月1日からの甘い1球を完璧に捉えると、 打球はバックスクスリーン右へ飛び込んだ捕手のオホッピーは即座に点を仰いでがっくり打つべき球を打てている今日も良かったとエンゼルス戦では初本塁打となりメジャー28球団目のアーチとなった第4打席ではガルシアの浮いたボールを捉えて投手強襲の内野安打で出塁 西から二投に失敗したものの、第一打席の死球を合わせて四打席連続出塁をマークした。今季30度目のマルチアンダで打率を322とし、パドレスのプロファーを抜いて MLB 全体トップに立った。あんまり右、左は考えず、構えの段階でしっかり構える。それができていればと語った大谷。盗塁死については、 正しいプロセスを踏んで盗塁に行っている。プレーを完成させた向こうの二人は素晴らしかったと振り返っていた。